回は100均の柔らかいカードケースと材料を使ってシューズバッグを作ります。最初に PVC クロスにアイロンをかけていきます。直接アイロンをかけると溶けてしまうので、クッキングシートを挟んでアイロンをかけていきます。アイロンの温度は高すぎると溶けてしまうので低温に設定してください。こんな感じに伸ばします。今回はこの軟質カードケースを使用します。中の紙を型紙代わりにします。縦31センチ、横24センチ、まちを4センチで書いています。これをもう一度軟質のカードケースの方に戻していきます。この時底になる部分はぴったり、両端になる部分はこのへこみがあるところは避けて入れるようにしてください。型紙の線に沿ってカッターで切っていきます。底になる部分はつながっていて、他はこのような状態になっています。2センチ幅にカットしたものを2本用意します。パイピング部分を作っていきます。この状態のままだと硬くてパイピングを折る部分作るのが大変なので、一度アイロンを中温から高温に設定していただいて、アイロン台の方を温めます。この上に PVC シートを乗せると生地が柔らかくなるので作業がしやすくなります。柔らかくなったところで半分に折って何箇所かクリップで留めていきます。半分に折った端から半分だけアイロンで接着していきます。クッキングシートで挟み、上からアイロンを当てます。半分のところをアイロンで接着するとこんな感じになります。ここ結構大変なんですけど頑張ってください。バック部分にパイピングを挟み込んでいきます。土台を開いて丸くなパイピングの丸くなっている方を内側に来るように挟んでいきます。ここの端っこを合わせてクリップで留めていきます。
先ほどと同じようにクッキングシートに挟んでアイロンをかけていきます。この時も端から5ミリ分だけ接着するようにしてください。こんな感じで接着ができたら、指を入れてちゃんと接着されているかを確認してください。反対側も同じように作っていきます。両端を接着しました。この後、このはみ出ている部分をカットしていきます。裏側からも同じようにアイロンを当てていきます。マチの部分を作っていきます。内側から手を入れて広げたら、ここを重ねます。パイピング部分は右でも左でもどちらでも構いませんので、倒して潰してください。マチの部分を接着していきます。反対側も同じように接着します。マチの部分が接着できたら、ドライヤーで温めながら柔らかくして裏返します。持ち手を接着剤でつけていきます。テープの端っこ 1.5 センチを折り曲げ、ボンドで接着していきます。ここから持ち手部分26センチを測り、印をつけておきます。先ほどボンドでつけた部分をバッグの内側に貼り付けていきます。印をつけた26センチ以降のところに接着剤をつけていきます。
までつけたら、この端から3センチのところでテープをカットします。テープの端を 1.5 センチ折り込んで接着剤で留めます。Dカンを通して内側に接着剤で留めていきます。カートまで15分程度置いておいてください。